。サンマの素洗いですか。おはようございます。おはようございます。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。今どういう状況ですか。今は、大和くんちから締め出されてる状況で、今日どうしようかっていう。ずっと日中ね、俺ここの掃除とかさ、ガレージの掃除してたんだけど、で妻ちょっと今日夜勤で行っちゃったんだけど、鍵閉めて行っちゃったんだよ。入れる。俺自分の鍵なかっていう。入れる。ちょっとトイレしたいんでいいですか、じゃあここで。とりあえず乾杯しとく。じゃあ乾杯しますか。とりあえず乾杯しよう。そうっすね、うん。お酒マンから行きますか。行きましょう。お願いします。お酒マンだからこっち取って。よいしょ。よっしゃ、いいっすか。はいはいはい、開けれるのか、本当にいいよ。おお、おいおい、やらす。すすすすすすす、よし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 ちょっと汚いまんまで申し訳なかったです。すいません。いや、ちょっとこれが家か。よし、みっちゃんの料理取っていきましょうか。じゃあやりましょう、うん、とりあえず乾杯します。あ、そうっすね。乾杯しましょう。乾杯はまだしてないもんね。乾杯しよう、うん、記憶は消したったんだよ。最近飲んでないからな。パチンコしない人じゃん。パチンコやった。パチンコやめたっていう人。大体言いますよ。うーん、やりましょう。スピースカットいっちゃって。社長お願いします。あらっす、いきます。ごめん、話はそんなやつからいっちゃうからね。コラボだ。コラボの勝手にコラボ。反射炉ビアさんと岡田。うーん、このグラスもいいよね。うん、かわいい、うん、かわいい。なんか手の形がさ、この上が細くて下が、そう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 、うん、いうかなかなかない、クラフトビール界ではお目にかかれないグラスですよ。うーん、初めて見たかもしれない。はいはい、大体このパイントが主流だからね。パイントもかっこいいよな。誰がデザインしたの？これですか。これですか。ピー。放送で放送できませんよ。本日もみっちゃんよろしくお願いします。よろしくお願いします。キャンパイです。キャンパイ。飲めるぜ飲めるぜ。よし、うん、行きましょう。行きますか。じゃあ続きはみつチャンネルでズームイン。大丈夫、これ合ってる。それではお待たせしました。いやー、まずお作りから。綺麗、綺麗だね。やりましょう。食べましょう。マジでもう本当に死にそうですね、眠たくて。眠たくて腹が減って。いきますよ。キャンパイ。キャンパイ。お待たせしました。お疲れ様です。ありがとうございます。それでは、最初お作りからね。はい、ここ前の白身がタイで、うん、その次がブリ、うん、でアトランティスサーモンとアトランティス本マグロの中トロ、うん、でこれがサンマの素洗い。うわー、俺もすごい洗ってましたもんね。そう、素でこう洗ってね、うん、身がキュッと締まって美味しくなるんで。あ、そう、やっぱりね、
磨きが違いますね、色がね。じゃあいただきます。いただきます。バイキング、バイキング、バイキング形式ね。ずっと待ってたんだよ。くなつつね。いや俺もこのわさび気になるな。あのサメ肌で仕込んだわさび。そうそうそう。わさび、このわさびはね辛くないんですよあんまり。香りがあめちゃくちゃ染みる。うわマグロ、うね、マグロやばい。最初からチャートロ行った。すげえ。一緒は白身でしょ。見えちゃったんだもんね。ねえ、もう我慢できんかった。エッチなやつ。あ、俺も好きってな。これはこっち？うん。こっち行きたいけどね、体がね油が多い方からなんかちょっとなんか。うん。うまい。きた。これが素洗いなんですよ。もっと酢の香りがするかと思ったけど、うん、うまっ、うまっ。最高。中トロはいっぱい乗せちゃっていいですか。いっぱい乗せちゃっていい。持っていく。まだまだ行った方がいい。まだ行った方がいい。よいしょ。え、これ罰ゲームじゃないよね。罰ゲームじゃないよ。ご褒美。ご褒美だよ本当に。うん、うわ、巻いて巻いた方がいいね。あの下の上にわさびが乗らないようにして、うんうん、このごくん。いやいや、そう。まさにちゃんとあの口の中であのよーくシェイクして。かばいー。最高。香りだけなんですね、わさびって。そう、マグロは特に油が強いから、うん、わさびが効きづらいから、うん、ちょっとぐらいじゃ効かないんだよね。じゃあ続いて旬のものをお持ちしました。うわー、こちら北海道産マダラの白子でございます。よし、おいアブ町の、アブ町の、美味しかったですね。美味しかったし、これめちゃくちゃうまかったです。食べましょう。食べましょう。よっしゃ。チーム。食べましょう。食べましょう。じゃあいただきます。気をつけて。腰気をつけて。気はしちゃうからね。本当にちゃんと腰が痛い。そこまでだもんね。てか一瞬一回目のブラブラ止まんないからね。止まんないからね。止まんねんだよな。ブリブリやん。ごくんっていう音がすげえリアル。確かに確かに。すごいクリーミー。マジ食べて食べて食べて。またまた。俺がまたまた。すっげーうまい。ポン酢入るとね。ポン酢入ると。すっげーうまい。ポン酢に全然負けないですね。うまっ。旨味がね。いやうめえ。めっちゃ美味いじゃん。これ超美味しい。日本酒でそろそろ召喚します、ね。そうだね。早いですけど。日本酒だな。日本酒だね。これは日本酒だわ。いや超美味しい。ねぎらっていきましょう。じゃん。ありがとうございます。じゃあ本当に今日はありがとう。とんでもない。本当本当。人差し指やってないから。そうだった、ごめんごめんね、忘れた。バランスはないから本当に。Thank you。 よいしょ。いじゃあ本日はいっちゃんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。キャバイでーす。キャバイ。ちょっとうわあ、いいね。大吟醸じゃないみたいな。おいしい、飲みやすい。めちゃくちゃ飲みやすい。ぶっ飛ぶ。大吟醸ね。これはちょっと、これ絶対白子。白子に合うよ。あー、やばい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 。白子を取り入れる。千平さん、一人で一番やばいからね。千平さん、エッチすぎでしょ。
うまっ、いかついでしょ、これいいっすね。これいつ発売ですか、これ発売いつ、これは2035年か。千平さんに追いついてきた、追いついてきたらもうまだ時代がちょっとノートとノートノートノート、おー、ゴリラ社長、ゴリラ社長、リパブリューの社長は本日も絶好調でございます。絶好調でございます。じゃあ、美味しい先生、次の料理で、あ、美味しい。それでは、日本酒が出たということで、こちら、これ、大根と塩辛のごま油炒めでございます。なんなんすか塩辛って、余りやすいじゃん、うんうん、買うけど、うん、食べたいけど余っちゃう、うん、絶対余る、余る、ほぼほぼ、なんか生もんだからちょっと心配じゃない、うんうん、余っちゃうと、それを火入れちゃうことで美味しく食べれる。大根と塩辛の相性が抜群なんで、うん、ぜひいただきます。いただきます。テイスティングに関してはもう日本一の下を持ってるからね。そうですね、今日は結構ね、酢酸菌と乳酸菌と一般細菌についてかなり評論会じゃないですけど、うん、やってきたんで、これも厳しいですよ、うん、いいですか、本当に。まず見た目ですね、透き通ってますね、うん、かなりひたひたな大根でございます。匂いですね、あー、これはもう、あ、でもイカの匂いも感じますね。もうこれ長いですよ、これこの動画長いですよ、これ。あー、もうこれ大丈夫、全カットするから、ね、あー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 、語彙力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 、うまい、やばい、タイム、あんだけ引っ張ってて、あんだけ引っ張って、あーって終わりじゃん。これはもうね、何も言えん、何も言えん、これもやばいね、いいっす、これも何も言えんね、いいっすか、ちょっと食べて、ほんと食べてみて、ほんとやばい、食べましょう、やばい、ちょっとみーちゃん、マジでね、変なあれしないように気をつけてください、ほんとに。変なあれしないように。これすごいわ、これね、俺も好きなんですよ、だからね、美味しいのは分かんない。本当に、俺、未だに信じてないから、これマジやばい。もう出た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 、キモいキモいキモい、これマジやばい、めちゃくちゃうまい、やばい、すげえな、うん、塩辛あんま噛んない毎回。ギアフォースみたいな。うん、うまっ、ねえ、そんななるの、なんですかね、切り干し大根、あー、確かに確かに、うん、で、ごま油が程よく変わったんだよね、うん、予想を超えてきた、全然、うん、イカの香りがちょうどいいですね、うん、もっとどぎついかと思ったら、うん、ねえ、えみちゃん、これさ、この塩辛と大根絶対に無理と思ったんだけど、こんなことできるの、どうやってやったの、お、何、教えてもらったの、そう、これは銀座時代に教えてもらったんだけど、うん、常連さんしか出さないよね、これは、うーん、見た目がさ、ほら、銀座っぽくないじゃん、ああ、うん、だからコースとか入れないから、常連さんしか出さないし、かつ塩辛を仕込んでもう、そのまま出すのはちょっとあれかなってやつをこうやってやって、常連さんに出して食べてみたいな感じで出す、うん、食感がすごいありますもんね、うん、大根の、みっちゃんの動画見たら分かるけど、この人2、30本ぐらい大根食ってたよね、あれ、なかったの、いや、だって時間かかるじゃん、ここまで、すぐ食べる時と時間が経ってから食べる時だと、うん、余熱の具合で大根の硬さが変わっちゃうんだよ、うん、聞いてく、聞いとけ聞いとけ、だからそれを計算するのにちょっと微調整で穴毛食べたっていう、へー、ほんと美なのね、そこはすごい、本当に完璧な食感があるし、味も入ってるしね、じゃ続きまして、こちら、今日リクエストいただいた出汁ダブダブでっていう、出汁ダブダブ、
ひたひたって言ってる。ひたひた。見た目じゃ分かんないんです。これは先生何ですか。これはあの水菜と川クジラって言って、あのクジラの川のすぐ下の脂身の部分と塩漬けで作った水菜の煮浸しでございます。へえ。じゃあやっぱクジラの出汁メイン。カツオだしとカツオだしメインクジラのだしをこう合わせてるんで両方メイン、うん、カツオとクジラ、超楽しみ。あ、熱くないの、フーフーしちゃった、ね。どう、うん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 、だしすげえな、だしすげえっすね、だしうまいよね、これね、もうカツオだしもうまいんだけど、クジラ、クジラだしもうまいのよ、クジラだし初めて食べたけど、クジラだしうまいっすね、うまいよ、クジラうまいのよ、あ、これすごい、だしが幸せな味する、いいこと言う。やっぱ違うな、違うな、クジラだけで食べるとまた、いいっすね、うん、おいしい、だしが幸せな味する。いや、だしが幸せな味する。いやいやいや、違う違う違う、だしが幸せな味する。バイ。まったく、ほんとにそんなのないじゃん、絶対めっちゃいるよ、ね、もう、品評会に行かしたら日本の3本の指が入る。おお、指が入る。指が入る。いくよ、いくよ。うまいやばい。語彙力。うまいやばい。次は、あの、ご飯物も必要かと思って、こちら。はい。わーおー。サンマを炊き込んでみましたということでね。サンマって炊き込むんですね。サンマの炊き込むご飯めちゃくちゃうまいよ。だってサンマ、焼きサンマと白飯うまいっしょ、うんうん、香りがもううまい、うまいっしょ、うん、じゃあ今日香りだけでいい、日本酒いくぞ、これちょっとほぐすから、はい、あのほぐしてご飯と混ぜたらみんなに配るって感じ。じゃあちょっとほぐしてもらっていいですかね。これやん、いいね、タマさん、タマニキ、タマニキ、タマニキ、たまによっている、たまによっている、現地人のたまによっている、千平さんとたまによっていると、ケチ君誰ですかこれ、しっかり酔っ払っているです。いただきます。ゆっちゃん涼しげですね。そうそう、シースルー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 サンマご飯、サンマご飯いただきます。いただきます。あ、香りすごいわ、香りがすごい、あ、やば、うん、うまっ、やばい、うん、まっ、日本酒、日本酒、マジ日本酒、うまっ、生姜が、これいった、これはちょっと、見て、ありがとう、本当に片手でごめんね、うん、見て、やったこれ、やったよ、やったの、やったと自負してる、やったよ、今日やったった、反省会しましょう、じゃあ、うん、反省なんだ、反省してる、うん、ね、サンマの炊き込みめちゃくちゃうまいね、うん、うまっ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 、みーちゃん、ありがとうございます、超おいしい、超おいしい、本当にめちゃめちゃおいしいですね、うん、ね、これイクラのサンマ、トリハンね、あー、トリコ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 、エッチですね。エッチですね。エッチです。エッチなんですよ。やりましょう。裸です。裸です。劇場。向けてないから向くんだよ。おい。キララ。